競馬における審議とは、ある競争において発馬機のゲートが開いてから、決勝戦を迎えるまでの間に、不正な行為がなかったかを、審査やチェックすることを指す。以下、主に日本の中央競馬の審議について述べる。審議は、競争中に、進路妨害の疑いが生じたり、負担重量に問題が生じたりした場合に行われる。中央競馬中央競馬の審議は、 日本中央競馬会競馬施行規定第8章第121条の2を根拠として行われる。2012年までは審議を行う場合は必ず、採決初期が審議を行う旨を競馬場内に放送で知らせるとともに、電光掲示板にも表示していた。2013年1月からは5位以内入選場に、到着、失格の可能性がある場合以外は、 審議を示す青ランプや電光掲示板の審議表示は点灯しない。5位以内入選場について審議が行われる場合は、電光掲示板では審議もしくは審議の略である審を表示する。また、青ランプも点灯させる競馬場がある。この審議が行われる旨は、通常は競争終了直後に示されるが、ご検量で、 負担重量に問題があった場合など、競争が終わって、しばらくしてから示される場合もある。2013年以降は、加害馬と思われる馬の入選順位が5位以内であり、なおかつ被害馬との間に大きな、記差がないことが確認された後に知らされるが、2012年までは、競争中に、電光掲示板に審議を行う旨が示されることも、あった。競争終了後、 採決委員がパトロールビデオを見て、その競争場が膠着、失格の対象になるか否かを審議する。日本の中央競馬の場合、場合によっては、被害場、審議対象場双方の関係者を採決室に予備事情を聞くこともある。場内に審議が知らされた場合は、審議終了後、膠着、失格の有無に関係なく再び審議放送が、 同じく採決書記によって行われ、審議の結果が、場内に告知される。審議中であることを知らせる。ターフビジョン基本的には審議の終了まで着順が確定されず、審議の結果によっては、着順の変更が生じるため、場内放送で、お手持ちの勝ち馬投票権はお捨てにならないように、お願い申し上げますと、アナウンスされることもある。また審議が長引き、 上位入選場には、影響がない場合には、馬券の払い戻しをより速やかに行うため、上位入選場のみを確定した上で、引き続き審議を行う場合がある。審議の結果、不正や反則が認められた場合は、着順確定後に機種に対する制裁が決定される。制裁には馬に主たる原因があるものと、人馬もに原因のあるものなどいくつかに区別され、 反則の内容により、採決委員により制裁の内容を決定する。中央競馬においては、レース終了後は審議の有無に関わらず5位以内、入選馬の記者が、電光掲示板に順次表示されるが、5位以内、入選馬に到着、失格があって確定した場合は、確定後も記者は、電光掲示板には表示されない。ただし JRA の公式観光物及び、ウェブサイト上には、 丸くらい、こ着などと表示される。採決委員への不信と改革の、是非中央競馬において、審議を行う採決委員は、全員機種経験のない JRA の職員である。この一つの事実は、様々な側面から論じられ、採決不信の一因となっているか、もしくはその根拠として挙げられている。レース起乗経験のない、 非専門家により採決が行われている現状は、たびたび各所で指談されている。しかし、単に機種経験者を、採決委員として登用すればよいというほど、単純な問題ではないとも指摘される。日本経済新聞社が運営する、競馬サイト、サラブネットによれば、これはうち、馬や製の大きな弊害の一つであって、 騎手相互や調教師、旧舎関係者の人間関係が濃密すぎることに原因があるのだという。ほとんどの調教師は騎手から転身したものであり、騎手はほとんどが競馬学校の同門である。競馬学校の先輩、後輩、同期としての絆、あるいは騎手生活、旧社生活の中で形成された様々な人間関係が体育会的な 縦の関係を生み出すと述べている。さらに、同じ機場依頼仲介者を雇うフリー機種同士が、ラインなどと呼ばれることも多いことを挙げ、近年顕著になったフリー機種の増加が人間関係を希薄にしたわけでもないと指摘した上で、こうした土壌では一部の論者が主張する機種経験者の採決委員への起用も難しいと結論付けている。加えて、 JRA アドバイザーとして、最低委員となった、岡部幸男元騎手も、色眼鏡で見られると採決参加に否定的な考えを、示したことや、欧州競馬には、地元の名士のような素人採決委員が多いことにも、触れ、必ずしも、騎乗経験のないものによる採決が諸問題の、根源となっているのではないことが示されている。また、採決の中立性についても議論される。 これについては JRA 側も多少の解決策を講じている。具体的には採決委員が出した採決への抗議に対する最終審理機関である最定委員会についてこれまでは JRA 法務部の職員のみで構成されていたものを2009年より外部委員3名を最定委員に加えることとした。これによってある程度の改善が見られた。 最低委員に対して採決への不服申し立てを行ったことのある。幸いひ明やき騎手は、より話を聞いてくれるようになったし、ほとんどの場合で正しくジャッジしてくれていると、肯定的評価を下している。しかしながら、外部委員3名が加わったとはいえ、最低委員会が JRA の一組織であることに変わりはなく、 採決の完全中立を求める。者たちが主張する採決プロセスの外部化には程遠い。前述のサラブネットは、外部化が進まない原因を、再び競馬関係者同士の濃密な人間関係に求めている。例えば、中央競馬の機種を養成するための競馬学校、そのものがそもそも JRA の一機関であることに触れ、競馬関係者の強固な結束がある以上は、 採決期間の外部化も難しいとしている。上述のような改革が困難な中、最も速やかに行えて、速攻性が高いと期待される、解決策は審議の透明性の確保である。現在は、非公開となっている審議と採決の過程を公開して、第三者の傍聴を認めることが一部で要求されている。これによって、採決自体の質が上がることはなくとも、 地に落ちたファンからの信頼を取り戻すことは可能であると言われている。地方競馬日本国外の競馬、いわゆる海外競馬においては、日本とは事情が異なる部分もある。欧州では一般的に審議が行われるのは被害馬が賞金の獲得に関わるときに限られる。例えば三着までの馬にしか賞金が支払われない一般レースの場合は、 被害馬が4位以内5着までの馬に賞金が支払われる重賞レースの場合は被害馬が6位以内に入選していることが審議を行う条件となりそれ以外の場合はどんなにひどい走行妨害があってもレースはそのまま確定する日本では加害馬被害馬の着順そのものは公着とは無関係なので例えば15位入選馬が18着に公着と なるなどの事例はあり得るが、欧州では、そのようなことはない。ただし、機種への制裁については、関係場が、介入選場であろうトレース確定後に、必ず審議されるので、被害場が、会に入選したからといって、走行妨害が許されるわけでないのは、日本と同じである。また、世界的には、ほとんどの場合、審議は機種または調教師の主張によって行われる。 日本の中央競馬にも、日本中央競馬会競馬施行規定第127条に、基づく、走行妨害の申し立てという制度があり、被害馬の場所、または調教師または、機種が、採決委員に申し立てを行って、審議をしてもらうことができるが、実際には、採決委員が、自らの判断で審議を始めてしまうケースの方が、 圧倒的に多く、総合妨害申し立ては事実条例外的なものに留まっている。また、日本では、総合妨害申し立てによって始まった、審議のほとんどは申し立て棄却に終わることが多い。ここも、日本とそれ以外の国との大きな違いである。審議表示については、2013年以降の日本の中央競馬のそれと近い。欧州では、 上位入選馬の着順が変わる可能性のある時だけ審議の表示が出される。また前述の通り各国の競馬の審議は主に被害馬サイドの要求によって行われるためレースが終了してしばらく経ってから突然審議の表示が出ることもよくある。審議を行う旨や審議の結果などは場内放送を用いてアナウンスを行う。 このアナウンスを、審議放送と呼ぶ。審議放送では、発生した、地点、被害を受けたと思われる場面、発生した案件をアナウンスする。ただし、2頭が接触したと思われる事案は、5と5が接触したこととし、案件がはっきりしない場合は場面を上げずに、第コーナーでの出来事とアナウンスする。以下に、中央競馬における審議放送の内容を挙げる。なお、 場名はすべて架空の場名である。お知らせいたします。競馬大レースは、に続いて5位以内の審議対象案件の説明となる。上位に入選した馬が審議の対象場合など、お持ちの投票権は、確定までお捨てにならないようご注意くださいと、アナウンスされることも多い。5位以内の審議対象案件のアナウンスの例、お知らせいたします。競馬大レースは、 に続いて6位以下の審議な試案件の説明となる。最後に、この件につきましては、後ほどパトロールビデオを放映いたしますと、アナウンスされる。上位入選馬に関係しない、審議のため、勝馬投票権についてのアナウンスは省略される。6位以下審議な試案件のアナウンスの例、お知らせいたします。競馬大レースは引き続き審議しておりますが、 第3位までに入選した馬については、審議の対象となっておりませんので、第3着までは、到達順位の通り確定いたしますと、アナウンスされる。この場合、競争としては確定ではないが馬券は確定となり、追って、払い戻しのアナウンスが行われる。なお審議終了後、公着、失格の有無に関わらずその結果がアナウンスされる。お待たせいたしました。 競馬大レースは、審議をいたしましたが、到達順位の通り確定いたします。なおに続いて、審議結果がアナウンスされる。審議結果のアナウンスの例、お待たせいたしました。競馬大レースの審議についてお知らせいたします。に続いて、審議結果がアナウンスされる。冒頭部のアナウンスが膠着、失格が生じない場合と異なる。審議結果のアナウンスの例、 お待たせいたしました。競馬大レースは、審議をいたしましたが、到達順位の通り確定いたします。なおに続いて、審議結果がアナウンスされる。審議結果のアナウンスの例中央競馬では1994年以降、審議の結果採決委員が下した採決に、不服のある当事者は、採決委員以外の上部機関にアピールすることができる。アピールには、 所定の保証金を支払うことが必要。2011年2月までに行われた申し立ては全て、棄却されている。ありがとうございます。